アロハー YouTube! G クラス YouTuber のりょじっちゃんです。はい、今日はですね、昨日に引き続き、G クラス最新相場情報のコーナーですね。W463 前方モデルの G クラスの情報ということでお送りしていきたいと思います。で、この G クラス最新相場情報のコーナーではですね、今この G クラスがだいたいいくらぐらいで購入できるのかという販売価格を、お伝えさせていただいております。で、これがですね、まあ、車屋さんが仕入れるオークション会場がありまして、そのオークション会場での取引価格をもとにですね、その車を当社で仕入れて販売させていただいた場合の、総額でお伝えさせていただいております。まあ、総額ですので、販売時にかかってくる登録書費用、車検がない車は車検取る費用、あと取得税関係、納車前の点検整備費用だとか内外装のクリーニング費用、そういった費用を全て含んだ金額でですね、お伝えさせていただきますので、ぜひ今購入検討されていらっしゃる方はぜひ参考にしていただければと思います。はい、まずですね、こちらはですね、珍しい G クラスということで出てきましたのが、2018年式の G350D、プロフェッショナルということで、こちらはですね、正規ディーラーでは販売されていない並行輸入での G クラスとなっているんですけれども、これですね、非常にかっこいい G クラスなんですけど、よくね、プロフェッショナル仕様っていうね、ことでこの仕様にされる場合もカスタムもあるぐらい非常に人気なプロフェッショナルなんですけどね、一応こちらがですね、1台出てきまして、色がベージュですね。で、走行距離が34,000キロ、はい、こちら総額の方がですね、約1900万円ということで、もう新型 G クラス張りになってますよね。もうこれはですね、もうこれこう数年初めてじゃないですかね。やっぱりプロフェッショナル仕様、僕もねしたいなって思うぐらい、ドアミラーだったりとか結構かっこいいんですよね。はい、なんでこれ正規ディーラーで販売しなかったのかというふうに思うぐらいなんですけど、まあね、こうやって出てくることもあるので、まあ、ただ出てきた時に、まあ、高値がね結構つくなっていう感じでございますね。はい、で、続いて2017年式での G350D 通常グレードですね。はい、こちら見ていきたいと思います。まず走行距離が9000キロで、色がオブシディアンブラック。こちら総額の方がですね、約1230万円という感じで、こちらですね、まあ、なかなか1万キロ以下って台数少ないんですけれども、だいたい30万円ぐらい少しね上がっていますね。はい、上がっている感じがしております。はい、で、続いて、2017年 G350D の走行距離33,000キロで、色がポーラーホワイト。こちら総額の方がですね、約1020万円という感じですね。これだいたい相場通りかなというところでございます。はい、で、あともう1台2017年式、の走行距離が10万キロの色がイリジウムシルバー。はい、こちら総額の方がですね、約730万円となっております。おそらく G350D の、この辺り730万円この辺りがもう本当の最安値という感じですね。距離が10万キロ超えてて、色がシルバーでっていうことで、ここがおそらく最安値の、販売価格となってくるのかなという感じでございます。はい、で、続いて2016年式の G350D で、まず走行距離が8000キロで、色がポーラーホワイトですね。はい、こちら総額の方がですね、約1210万円。はい、もう今ですね、この2016年17年、相場がねほとんど変わらない状態となっておりますので、はい、なので2016年式の、1万キロ以下ももう1200万円超えてきているという、そんな感じでございます。はい、で、続いて2016年式走行距離28,000キロの色がポーラーホワイトですね。こちら総額の方が約1040万円となっております。これもだいたい相場という感じですね。はい、で、もう1台走行距離が3万キロの色がポーラーホワイトで、総額の方がですね、約1010万円という、
はい、そういう感じでございます。で 350D 今週これだけなんですよ。でこれ以前僕お伝えさせてもらったと思うんですけど、結構ねこの W463 のこの G350D、今市場に結構台数少ないなっていう感じがしておりまして、で実際ですね、まあ、今週もこの、オークションに出てきてる台数もかなり減ったなっていう感じなので、これはねおそらく今後相場の方が、距離が少ないものは上がっているっていう風にお伝えしたと思うんですけれども、これねまだその傾向続くかなっていう風にね思います。これだけ台数が出てくる台数が少ないと需要は高まると思うので、はい、今後ねまたこの辺りも上がる可能性ちょっと秘めてるなっていう感じがしております。であと以前コメントの方でですね、なかなか2018年の G350D、ね、情報ないですかっていうコメントを、ね、少し前いただいてたと思うんですけど、基本的にですね2018年式ってやっぱり台数がね少ないんですよね。で今週も、まあ、プロフェッショナルのみということで、基本的にはね2018年式もともとが少なかったんですけど、ここに来てね2016年17年の 350D も台数が減ってきてるっていうところを踏まえると、結構2018年、なかなか出てこなくなるんじゃないかなっていう予想をしております。基本的にはもう今週の、全オークション会場でこう取引が成立した車っていうのは、情報でお伝えさせていただいてますので、基本的にもし僕が情報なかったら今週なかったんだなっていうふうに思ってもらえばいいかなと思いますので、はい、また今後のちょっと参考にしていただければと思います。新型に切り替わるタイミングだったから生産台数もちょっと抑えめだったっていう感じなんですかね。そうですね、おそらくまあそれもあると思いますし、2018年ってヘリテージエディション限定車が出てる、うん、ところなので、なかなか通常グレードっていうのも、まあ、より少なくなってきてるっていう、多分そういったところもあると思います。なるほど、はい、はい、で続いて G350 のブルーテック見ていきたいと思います。はい、まず2015年式走行距離が4万キロの色がオブシディアンブラック、こちら G63 風にカスタムしてあるお車で、総額の方がですね約920万円とそういう感じでございます。63ルックにしてると、まあ、通常の何もしてない、ブルー、ものと比べると約50万円、ね、高値取引されてますので、逆にこれの、まあ、通常バージョンは870万円ぐらいかなというそういうところでございますね。はい、で続いて2014年式、のブルーテックですね見ていきたいと思います。まず走行距離が3万1000キロの色がイリジウムシルバーで、内装がチェストナットブラウンですね。こちら総額の方がですね約860万円、はい、これも G63 ルックにカスタムしてあるので、通常のシルバーのものと比べると50万円ぐらい高くついているなっていうそんな傾向がありますね。はい、で続いて、走行距離が3万7000キロの色がオブシディアンブラックで、内装がチェストナットブラウン、こちらも G63 ルックにカスタムしてあるお車で、総額の方が約880万円、はい、感じでございます。これも50万円ぐらい高値ですね、通常のものと比べて。でもう1台あるんですよ。もう1台今週多いですね、63風が。はい、走行距離が4万2000キロの色がポーラーホワイトで、内装がチェストナットブラウン、総額の方がですね約890万円という感じですね。これもだいたい50万円ぐらい高くなっているという。はい、で続いてですね、走行距離が4万5000キロの、色がオブシディアンブラックですね。こちら総額の方が約860万円という感じでございます。はい、で、続いて走行距離が7万2000キロのポーラーホワイトで、内装がチェストナットブラウンですね。こちら総額の方が約780万円という感じで、これね走行距離が5万キロから7万キロ台の相場の総額なので、少しねちょっと割高な感じが、高値がついているなっていう感じがしましたね。はい、実は G350 ブルーテックも以上ということで、うん、こう考えると結構前方のこの W463 のブルーテック 350D 結構ね台数が
減ってきてるなっていうのを本当に感じますね。最初1月2月とかは年明けてばっかで、まあ、少なめだったんですけど、うん、はいはい、まあ、その傾向がなんかずっと続いちゃってるみたいな。そう、結構ねやっぱりこの辺り購入検討されている方って非常に多いなっていうのは感じてたんですよね。やっぱりちょうど1000万円前後っていうところになるので、はい、結構ね G クラス購入される方で、新型じゃなくて前型ってなるとこの1000万円前後のこのブルーテック D っていうのが結構需要高いなっていうふうに 思ってたので、そのあたりで結構もう買って数が少なくなってるんじゃないかなっていう、そういう感じがしております。はい、なので今後相場としてはこのあたりは、下がる要素はなのでないですよね。新型がまた定価が上がってこれば、それにつられて上がってきてる傾向にあるので、はい、まあ、買うんだったら結構早めの方が僕はいいのかなというふうに思っております。はい、で続いて他のね、G クラスも見ていきます。まず G550 ですね、見ていきますと、年式が2017年式、走行距離が2万2000キロの色がミスティックホワイト、こちら総額の方がですね約1170万円という感じでございます。はい、で、続いて2012年式、の後期の方ですね、走行距離が3万9000キロの色がオブシビアンブラック、こちら総額の方が約790万円でございます。はい、で続いて G55AMG ですね、こちらも見ていきます。まず2009年式の走行距離が2万キロで、色が、シルバーですね。はい、こちら総額の方が約780万円と、はい、感じでございます。で続いて、2005年式、走行距離が7万8000キロのオブジディアンブラック、こちら総額の方が約530万円ております。で続いて G500 ロングですね、こちら見ていきます。まず年式が2004年式の走行距離が、2万1000キロのオブシディアンブラック、こちら総額の方が約590万円、距離が少ないとねやっぱり600万円近いですよね。はい、で続いて G320 のロングですね、もう1台あって、まず年式が1997年式の旧インテリアですね、の4速タイプの方ですね、走行距離が11万6000キロの色がシルバーで、総額の方が約450万円という、はい、感じでございます。はい、で、最後ですね G63 見ていきたいと思います。まず2018年式、3台ありまして、どれもレザーエクスクルーシブですね、がついております。走行距離が1万5000キロの色がミスティックブラウンですね、こちら総額の方が約1480万円、はい、となっております。で続いて走行距離2万3000キロのオブシディアンブラックで、左ハンドル、先ほども左ハンドル、これも左ハンドルですね、総額の方がですね約1510万円という、はい、感じです。で、続いて走行距離3万3000キロの色がオブシディアンブラックの右ハンドルですね、右ハンドルは2017年18年と、ものによって出ておりますので希少価値は高いんですけれども、まあそれもね、総額の方がこれも出してみますと約1480万円ということで、3万キロ以下の、ね、総額の方が変わってこないという感じですのでね、はい、一応そういう感じでございます。はい、で、続いて2017年式のレザーエクスクルーシブついたもので、走行距離が2万7000キロの色がオブシディアンブラック、これ左ハンドルですね、総額の方が約1390万円となっております。で続いて2016年式の、レザーエクスクルーシブで、走行距離が7000キロの色がミスティックホワイト、こちら総額の方が約1380万円となっております。で最後ですね2013年式のレザーエクスクルーシブで、走行距離が8万4000キロのオブシディアンブラック、こちら総額の方が約900万円という、
はい、という感じで、今週の、前方 G クラスということで、最新の相場情報をお送りさせていただきました。まあ、今週はそのプロフェッショナルがね、もう2000万円近く価格でね取引されていたりとかありますね。で、まあ、350D、ブルーテック、このあたりの台数が減ってきているのがね、ちょっとね、感じている。まあ、市場の方も、数としてね、2年前とか3年前見たときって、結構やっぱ出てたんですよね。やっぱそれだけ新車でこう、販売されたっていう感じで、結構この市場の方にも結構な台数あったんですけど、だいぶ減ったなっていうふうにね、すごい感じておりますね。うん。そうすると今後あの、はい、350D ブルーテック欲しいなと考えた時に探すのにお時間かかりそうな感じですかね。そうですね、なかなかね走行距離ドンピシャだったりとか、まあ、このね、2016年17年でまたね7インチ8インチ違ったりとかね、まあ、ブルーテックでもそうなんですけど、結構ねこの本当何年式の何万キロってこう限定で絞ると結構なかなか出てこない可能性って結構高いなっていうふうに今後ありえますね。ありえますね。もう現状でもね今週1週間でこれだけなので結構もうだいぶ少なくなってきてるなっていう感じがありますね。まあ、なので今後このあたり相場がね、まあ下がることはまずないかなという、まあ、上がっていくでしょうねっていうふうには思うので、まあ、なのでね、購入検討されている方はですね、もしまあ気に入った G クラスとかがあれば、もう、早めにこのあたりを購入された方が、今後って考えるといいのかなっていうふうに思いますので、はい。まあ、逆にまあ今、検討されていました、されている方で、そのあたり詳しく聞きたいっていう方だったりとか、まあ、購入のご相談等も、ね、気軽にしていただければと思いますので、はい、またお問い合わせの方ですね、お待ちしております。はい、ということで、今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。